かにあれ。発声練習じゃないですか。一人でやるとか、ハント強すぎっしょ。あの、かなこの友達ですよね。友達じゃねえけど。今度演劇コンクールがあるじゃないですか。はい。私だけ滑舌があんまり良くなくて、みんなに迷惑かけちゃってて。おう。で、自主練してんすね。ちょっと聞いてもらっていいですか。あ？なんで？いや、先輩、ほら、まあまあね、聞いてあげましょう。あ、本当ですか？やった！やっぱり聞いてもらった方が練習になるんで。んだよ。拙者親方と申しはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸立って二十里か髪型、総長小田原石井一騎士地を過ぎなされて。はい、タイム。何言ってんだおめえ。ウィロウリです。あ、演劇の練習のウィロウリです。つか、合ってんのかどうかもわかんねえし、滑舌が悪いのだけわかったわ。いやいやいや、先輩。ひどい。ちょ、先輩。え、いや、あ、ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい。もう一回、もう一回聞かせてください。え、本当ですか。ぜひ。え、マジで。拙者親方と申しはお立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸立って二十里髪型、総長小田原一騎士地をお過ぎなされて、青物町を上りおいでなしゃるれば、欄干橋トライアウトへもただいまは手発いたして、遠斎と名乗りまする岩町よりおうちごりつご、つごりまでお手に入れまするこの薬は、昔の国の当人ウイローという人、我が町へ行ったり